こちらは今朝長岡市で撮影された映像です。道路が冠水し車が動けなくなっています。また新潟市西区周辺では午前6時半から7時半までの1時間におよそ30ミリの激しい雨が降ったとみられます。このため西区の五十嵐小学校でも校庭に水がたまり、一部の児童が登校の際校舎に近づくことができなくなりました。急遽学校は別の入り口を開けることに。こちらの門なんですけども、はい、普段は開けないんですが雨が広かったのでこちらを開けさせていただいて、まあ、子どもたちが登校してくるんですが、こちらからこう入って自分たちの下駄箱に向かうような形で今日は対応いたしました。およそ200人が体育館の扉から校舎に入ったそうです。ショートカットできるということで子どもたちかなりこう安堵しているような表情も見ることができました。対応してよかったなと思います。気象台は県内の大雨のピークは超えたものの地盤の緩んでいるところがあるとして土砂災害に警戒するよう呼びかけています。明日午後6時までに予想される24時間の降水量は多いところで上越と中越で80ミリ、下越で60ミリ、佐渡で30ミリです。